するみたいな。有識やだー、嘘でしょ、警察案件、どうしよう、気持ち悪い。なにこれ、爪じゃん、爪。気持ち悪い。全部爪だよ。どうすりゃいいのこれ。なんで爪なの？女の爪なのこれ。男だろこれ。でっかいじゃん爪が。爪がブワーって生えてたの。爪、切った爪が。気持ち悪いよねマジで。最悪、ゴキブリより気持ち悪いわ。もうこの感触、最初なんか匂い玉かなと思ったな。犯人すぐ見つかる。なんでこの鴨川とかさ、なんで鴨川から出したんだろう。わざわざ鴨川まで行って出したのかな、もしかして千葉の人が。うわー、ちょっとエスカレートしてきたね、だんだんと。もうこれ持つのも気持ち悪い。これで袋入ってるけど密封されて、なんだろうね、ずーっと爪、私のために爪を切って貯めてたのかな、私に送ってくるってことは。爪を送るってどういうことなの。爪だよ爪。あんまり調子に乗らない方がいいよってのは。ぁ、あ、何言ってんの、脅しですかそれ。脅し、いや誰だって説明なんか送られてきたら気持ち悪いよね。送られてきた身にもなってよマジで。超キモいんだけど。なんかでも男性の爪っぽくない？綺麗じゃないっしょこの爪。18日の消印で鴨川、千葉県だね。あ、200万の男はね、ちょっと待って、え、あの人もなんか鴨なんとかじゃなかったっけ。まてか、なんと、あ、愛知か、あれは、あれは愛知だね。あれも最近しつこいんでずっと連絡してくるんだろうな、250万のやつも。なんでたまに切れんのって。これ切れるだろうこれ。こんなことされてたな、あんたら見てるだけでいいけど、私めっちゃ気持ち悪いんだけどマジで。マジで切れるというかキモいんだけど。みんな見てるだけで安全牌だけどね、やられてる本ではめっちゃキモいんだけどこれ。かわいそう。3000もいかないし、こんな嫌がらせしてるし、今うちのマネージャーが警察に連絡したみたいです。だから自作自演じゃないっつってんの。本当に消印がついてるし、私この時千葉にいないよね。どうやって自作自演をすんのよね。爪も私食べちゃうから、いつもね、俺はこうやってむしって、私はこういう爪を無駄にしない、こうやってめくって食べる派なんだよ。足の爪は食べる派なの。こんな無駄なことはしないの。
足の爪はこうやって剥がしてね、こうやって食べんの、ね、こうやって、ね、あの生えてきたらこれとか食べれるよね、こうやってピッてやってね、こういう風にグッてやって、こうやってさ、ほらこういう風にね、パクってカイカイカイって、うん、でも私が爪を食べる人だって分かってる人だよね。だから送ってきたんじゃないの、俺こんなに大変食べてくださいってこと。嫌がらせじゃなくてご好意なのかな、もしかして。こんばんは。こんばんは。なあ、不機嫌。不機嫌じゃねえし。うるちゃん、またやられたよ。何をやられたの今度は。爪送られてきたよ、爪が。どんだけ変態なのよ。でもなんかね、男っぽいんだよね、爪が。じゃあ被害届け出しゃいいじゃん。いや、受理されないでしょ。爪が届き来ましたみたいな。え？爪が届きましたって言って、うん、ストーカーかもしれませんっていいじゃない。じゃあゴキブリの時もダメだったじゃん。それあんたが見ないで受け取ったからだろうよ、あれ。ん？それあんたが、ね、いいか悪いか分かんないけど受け取っちゃったから。指ママが送ったんでしょ。なんであんたに爪送んなきゃいけないんだよ。ゴキブリ送ったでしょ。気持ち悪いな、私も害虫嫌いだけしてんだろうよ。爪も一緒じゃん、ゴキブリと一緒じゃん。見ないでよ、開けても一緒じゃん。なんちゃんの見せなきゃ、コアだからよくわからん、そこね。そこら辺がよくわからん、私は。ヨギちゃんもコアのファンでしょ、前ずっといるじゃん、だって一日。別にあんたの配信面白いから見てるだけだよ。うん。なんか問題ある？何も相談に乗ってくんないよね、こう励ましとかさ。いや、だから別にさ、藤川奈々さんだからさ、うん、爪が送られてきたってさ、なんかへえ、あ、そう、私は動じませんよくらいでいいじゃないの。いや、結構ショックなんだよ。なんでよ。結構落ち込んでる。そんなに？うん、気持ち悪いじゃん。まあ、気分はよくあげるわな。よろしくないでしょ。うんこと一緒で、うんこと。爪とうんこが一緒だみたいな感じ。一緒だよ。ねえ。うん。まあね。ファンじゃなくて。でもさ、本当のガチのさ、ファンの可能性もあるよね。ガチのファン？そう、ガチファンを行き過ぎてアンチになっちゃったみたいなのがいるかもしれない。なんで爪を送ってくるの？だから自分を受け入れてほしいっていう自己主張じゃない、そうやって。爪を送って、そう、自分を受け入れてもらえないと、そういう歪んだ方向に走ることもあるらしいからね。爪の赤を全じろってこと？あー、まあ要するに自分が、要はリスナー側としたら、ナナちゃんが好きだからね、要は自分の体の一部をね、切り取って送るってことは、まあ、ちょっと歪んだ癖だよね。いい、気持ち悪い。だから、なんか、吹きすぎちゃっておかしくな。髪の毛みたいな感じ？あー、そういう感じかな。もう吹きすぎて、ナナちゃんしか見えなくなっちゃってるかもね。金前さん、昔怒られてきたんだ。じゃあ、それ以上ワンランク上に行っちゃうと、うん、危ないかもしんない。だから、もし、爪がけがもう嫌だったら、うん、爪がけがもう被害届出せる時代なんだから、出せんの？出せるでしょ。相手の DNA が入ってんだからさ、科捜研にましたらわかるだろうよ、そのぐらい。科捜研？そう、科学研究所っけの？うん、警察もそういうのあるんだからさ、うん、遺伝子分解してもらえば、そうしたらどこの外部か分かるんじゃないの。でも別に爪欲しくないと。事件性がなくても動いてくれんの、そこまで。まあ本人があとはどんだけ恐怖感っていうか嫌だっていうふうに思ったかよね。度合いよね、度合いの問題。結構嫌だよねこれね、爪ね。あとは診断書取れば精神的苦痛を受けた。ああ、そういうことで寝れなくなったとか。そう、うん。そういう障害が出ちゃったみたいな。まあ、精神的にダメージを受けたみたいな。ああ、それは強いかも、診断書みたいにね。うん。うん。
まあ、大変だろうけど頑張ってくださいよ。うん、わかった。はいよ、じゃあね。はーい。ももこちゃん？もし？はいはい。ごめんね、配信中。あ、うん。これ何、電話してくれたの？一応、ね、一応警察に、うん、まあ、お電話したところ、前回対応してくれた、あ、宮前？そうそう、生活安全課の方が、うん、はいはい、たまたまいて、うん、お話聞いたところ、やっぱり事件にならない限りは対応できないのと、うん、あとそのまあ奈々ちゃんに何か起きてからじゃないと捜査はできないってことと、うんうん、暴行とかね、あとはそういうなんか爪とか、うん、その人に関してのことをやる人っていうのは、うん、ちょっと精神障害の方とか、うん、ちょっとおかしい方が多いから、うん、出歩くときは後ろとか気をつけて、よくこう気をつけて、何か変なおかしいなと思ったら、まあ、すぐに110番するなりして、うん、あとはやっぱり早急な引っ越し、あ、ここを出るってね、もし、まあ、家とかを出たときに狙われる可能性もあるし、あると、まあ、ひとまず何かをされない限りは人の爪とかそういうのは調べられないんだって。あ、まあ、事件性がないとね。そうで、あとは個人的に、うん、そういう調べて、うーん、 DNA 鑑定を自分でしてとか、うん、本当もう弁護士が間に立たない限りは多分奈々ちゃんが個人で警察に行っても対応は不可能。そういうことか。ただ事件に発展した時にその爪とその封筒の指紋などが、ああ、参考になるってね。参考になるから、ひとまずなるべく触らないで袋に入れて、これね、取っとかなきゃいけないの？うん、なるべくだったら取っとく方が。ももこちゃん預かってもらえる？まあ預かるのはいいけど。え、本当に嫌なんだけど、これ家に置いてこの。まあまあ、でも捨てないで取っとく、取っといた方が、もし後で何かあった時にそれを調べることができるんだって。でも今の状況では調べられない。この袋に保管でいいんだ、これで。うん、袋で保管で、なるべく気持ち悪いよね、うん、髪の毛みたいなもんでもこんなに入ってるんですよ、うん、まあひとまずちょっと頭のおかしい人しかちょっとね、正常な人はやらないと、警察の展開だと。うん、まあ、あとは、まあ、早急になるべくその場所から移動しないと狙われてる可能性があるって。って言ってた？うん、まあ言われてることはもっともかなって私も思ったけど。なんで？引っ越し会じゃん。まあ、引っ越し先も絶対言わないようにと。もし自分で公表した場合は、うん、自分の責任が高くなるってことと、バラした人がいればあれか、そう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 、第三者の場合は事件性になる場合もあるけど、自分で今回はバラしちゃってるから、うん、オープンにしてるわけだから、まあ、それは事件性とか、ね、まあ郵便だから、うん、送られてくる可能性もやっぱりあるっていう、うんうん、あとはまあそのまあ相手が特定をするのであれば、うん、もし爪を残しておくのが嫌なのであれば、DNA だけでも個人で検査できるから。そうなんだ。そうそう、まあいくらかはちょっとわからないって言ってたけど。あ、検査に出してそのデータを取っとく。そのデータを取っとくって。はあ。まあいろいろなんかできるみたいだよ。へえ。あとは性別とかもわかるのかな。結構ね、わかる場合もあるみたいだよ。どこ出身とか。その金額によるんじゃないかな、多分。だからちょっとそこは、うん、持ってこら持って警察にまあ明日行くとか相談行っても、うん、多分同じことを言われちゃうと思う。なるほどね。うん、それはももこちゃんやってくれたもんね。一応あとは、まあ、お電話がかかってくるかもしれないですけど、うん、っていうことは伝えた。だからそのこのことで多分お電話が行くと思いますってことは警察はストップはかけられないけど、うん、一応伝えた方がいいからね、電話はね。まあ、本人からね。一応100、
110番かかってきたら、うん、なるべくだったらちょっと家の事情もあるんで、うん、サイレンは鳴らさないようにってことはお願いしといたけど。あ、なるほどね。だってほらね、いろいろあるでしょ、ま、今の家、ね、だから、うん、ちょっとまあ電話連絡してもちょっと今の場合では対応できないと。でもまあ一応この前一緒に行ったっていうことも分かってるし、お話ししたのも覚えててくれたから、一応記録には残してくれるって言ってた。ボディーガードやっとっか。まあちょっとこの、まあ、何ヶ月かは、うん、ちょっと気をつけないとね。そかなり気をつけた方がいいって言われた。そうね、やっぱり普通、あとは障害者の人にもし何かされても、ああ犯罪になんないってね。なんない。だからそこはもう自己防衛、うん、相手が飽きるまで自己防衛。奈々ちゃんは多分逃げるの嫌だって言うかもしれないけど、うん、逃げるが勝ちって言葉もあるから、うん、ぶっ飛ばしちゃダメだろうね。いや逆に、まあ、ぶっ飛ばせればいいけど、相手がほら武器持ってる場合もあるから。ああ、そこ逃げた方がいいのね、そういう時。そうそう、絶対逃げた方がいい。うん、だからそこは逆に人混みの方が安全な場合もあるし。ああ、そうだね、人がいないと夜とか。そう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 、やっぱ夜行性でしょ、ああいう人って。そうね。だから、うん、ひとまず、まあ、記録は残してくれるけど、うん、って感じ。あと、後ろから鈍器でね、頭ぶん殴られたりしたら、奈々ちゃんでもさすがにね、うん、どうしようもないじゃん。そうね。だから、あとは、なんか、YouTube とか配信は警察でも見させていただいてますって。ああ、そうなんだ。うん。YouTube は、一応チェックさせていただいてますと。ああそう、うん、なるべくだったらあんまりおかしなことはやめてくださいっていうのは言われた。なんだろう、おかしな行動って。まあそれは具体的には言わないんでって言われたけど。そこまで見たいな。相手がその助長するような、もう担当みたいになっちゃってるね、私の。そうだって、うん。だ、煽る行為はおやめくださいと。あ、分かった。うん、なるほどね。そう、煽るとね、奈々ちゃんも事件になった時にあの時煽ったでしょってなっちゃうじゃん。ああ、そっか。そうそう、だからそういうのも一応心配してた、警察は。あ、心配してた。奈々ちゃんの命をね、命をね。うん、うん、まあ、再三には言ってますけどって、お引越しはお考えくださいって、うん、いうことは言われた。そっか。でもすごい心配してくれてたよ、本当に。もし怪我とかね、命を狙われるようなことがあるかもしれないから、うん、本当に、うん、気をつけてくださいと。うん、そう、本当になんか全然邪険にとかじゃなくて本気で話も聞いてくれてるし、うん、本気で対応はしてあげたいけど警察の理論上無理なんだ。あ、そうね、お役所仕事だから、うん、そうそう。でもちゃんと YouTube もチェックさせていただいてるし、うん、心のちゃんと名前はね、うん、藤沢奈々っていう名前はすごいちゃんと対応できるようには準備はしてありますって。お、ありがとう。じゃあ気をつけてね。はい、愛してる。ありがとう。じゃあ何かあったらすぐ連絡して。はい、じゃあね。はい、おやすみ。おやすみ。本物だ。偽物だってこれ、ママが。偽物だってママが言ってる。偽物って、私の爪。あ、あ、あ、匂いも一緒。本物だ。あ、でも溶けてるような感じはするけどな、どうなんだろう。あ、でも匂いは一緒だね。本物だね、ママ。異常者だね。本物だ。